とうございます。こんばんは。マサさんありがとうございます。ヤスルパンさん音符ありがとうございます。そう、早く帰ってこれたので早く回しました。よいしょ。本当はね10時にやってたけど10時は間に合わんと思って23時にしたけど、こんばんは。どんちゃんありがとうございます。マイク。はるさんかわいい、ありがとうございます。こんばんは。いやいや、みんな23時だと思っとるかなね。早く帰ってこれたんですよ。終わりが分かんなかったからさ、まあ、10時はとりあえず間に合わんけんずらしたんですよ、余裕持って。ほっかむりさんマイクありがとうございます。でも23時に帰ったのさ、ちょっと前じゃん。だからもともと10時に入れてたんですよ。9時40分ぐらい、20分ぐらいに帰ったのかな、30分ぐらい。こんばんは。決済済ませました、ありがとうございます。そうだ、終わりが分かんなかったからさ、10時から10時半に帰っても間に合わんかもしれんけん、とりあえず23時に入れてみたけど、まあ予約なんて予約は適当なので。ルイさんありがとうございます。こんばんは。坂道 FC さんギフトありがとうございます。何のギフトなんだろうそれ。異世界。幕張のお話し会とツーショット1枚ずつ申し込んでみました、ありがとうございます。今日は A ランチさんしっかり私のアバターで来てくれてありがとうございます。ツイッター見ましたよ。ね、新しいギフトになってるけど、何の季節のギフトなのか分かんない。異世界。リリーですけどって待ってます、お話し会で。コンビニで買い物しましたのでこれから帰宅します。お気をつけて。こんばんは。レインボーロック6月だからロック
6月9日か。ミニマロンさん、お花ありがとうございます。ロックドゼイン、こんばんは。23時、まあ23時までは多分やってるから、23時、こんばんは。ロボリンさん、マイクありがとうございます。毎回トイレに置いて配信するっていうね、ホテルあるある。こんばんは。そう、バスルーム配信だから、バスルーム置くところがトイレにしかないから、トイレの目の前で配信してます。こんばんは。想像したらシュールね。シュールですよ。横に鏡があるんですけどね、私の姿が見えるんですけど、何してるんだろうって感じ。トイレに向かって、こんばんは。鏡、何かは映ってないですよ。鏡、こんばんは。髪型かな、今日いつもにまして、今日はやったー。そう、黒髪に戻したんですよ。あんまり気づかれん。でもなんか黒い服着てたら緑に見えるけど、目で見たら黒なんですよね。黒、白飛びしてなんか変な色に見えるけど、黒髪、ほらでも緑っぽいのは錯覚、多分黒服、ほら黒い服隠したら黒でしょ、ほら黒、黒です、ほら。黒い服があったら緑に見えるよね、ほら。でも黒なんです、ほら。なんか真っ黒じゃなくて、あ、そう、光の加減です、光の加減。なんかちょっと青混ぜてもらったから、ブラックっていうよりは。でも目で見たら黒です。でも私が黒い服を着てるから白飛びしてる。
どういう心境って。え、だってみんなが黒髪がいいって言うじゃん。し、1ヶ月以上経ってたから上の方がプリンっぽくなってたから戻したんですよ。黒にしたから。こんばんは。そうだよ、黒が好きなんだから喜んでくださいよ。どういう心境って。メール取り始めました。マジ？メールまで？嬉しい。メール三木屋くん、もっと聞きたい。ありがとうございます。もっと聞きたい。あ、メール取る？マジ？メール取って。月始めだからまだお得です。まだ6月4日だから。あ、もう撮ってる。それは良いです。え、もめ撮ってよ。お得だよ、今撮ったら。まだ髪色にしてもついていきますよって。でももう黒ですよ。黒でも茶色に見慣れたら黒になった瞬間さ、えってなるよね。ちょっときつめになるよね、やっぱ。佐竹さんが言ってたのが分かった。もっとかっこいい系だったよね。なんかふわふわ系になってないって言われたんですよ、髪色。髪色感はもう黒髪だからふわふわ系には見えない。生誕T届いた。可愛すぎて着られない。着れる、ライブに。そう、黒なんです。ほら、めっちゃ黒だよ。前髪を見てください、この黒。ジロジロ。黒いでしょ。ね、今日生写真を撮ったんですけど、朝黒だった。奥二重は割と同じ。私奥二重じゃないんですよね。ほら、二重なんですよ。普通に奥二重ってこうじゃない。二重なんですよ。奥二重じゃないんですよ。そう、生写真昨日の夜ぐらいに染めた。夕方、空き時間で染めた。1時間で染めれた。昨日昼に染めたんかな。1時半ぐらいに染めて。だから茶髪の生写真はないですね。結局1ヶ月半ぐらい茶髪あったけど、グッズはないです。
ワイも染めたい？染めれんのやっけ？仕事で染めれる？こんばんは。よいしょ。私色に染めたい。なんでそれ。こんばんは。昨日無音でしたが、プレゼント受け取ってください。ありがとうございました。受け取りました。ね、無音の時に開封しちゃったけど。足が痛いな。今足踏んでるんですよ。足を踏んでて、ちょっと。痛い。よいしょ。そう、黒になってるんです。でも意外と気づかれないよ。気づいてくれたメンバーもいるけど、気づかれない。安田パンさん、すごい気づいたね。素晴らしい。うどむさん、マイクありがとうございます。そう、足を踏んでたの。足の上に座ってたの。時間集めでドライブしてきました。集まった？椅子に座って配信したいな。髪色指摘すると光の具合ですって。でもさ、光の具合で黒くなりすぎじゃない？あの茶色が。今日はスタバの入り口で遭遇しました。マジ？今日本通り行ったわ。あの NHK のとこかな。キツネさん、ギフトありがとうございます。今日は町にも行きました。というか、お仕事が町の方だったから帰りですね。大荷物の私はいた気がする。大荷物行きりかだ、それ絶対。めっちゃ荷物背負って、メイク道具とか。歩いてた。待ち仕事っていうか、まあ、生写真撮影ですけど。あっちの方行ったんです。よくわかりましたね。そう、大きいボストンバッグみたいなもっと持って、すごいね。あ、でもおしゃれしてたからか。あの出口にいたおじさんかな。それぐらいこつっと心当たりありっていう。こんばんは。いや、多分その出口にいたおじさんだと思うんだけど。あとは若い女の人と男の人がじゃんけんしてた。だからおごりじゃんけんかなと思って。会社員の女の人と男の人がじゃんけんしてたんですよ。今から多分きっとスタバに入っておごりを決めたんだろうなってね。すぐ分かりました。声をかけるのやめました。あ、じゃああのおじさんか。
出口にいたおじさんでしょ、あなた。違うかな、いっぱい人いたからな。こんばんは。おもりじゃんけんしてた方、あの男性、嘘、バカ。こんばんは。よいしょっと。そういう時は声かけていいんですかって。でも声かけても何もないですよ別に。気まずくならないんだったら。ウントムさん、マイクありがとうございます。マイク、そこへかけても何もないんですよ。何喋る、なんかでも大体ありきったりになるのはさ、ゆきりかちゃんですか、あ、はい、あ、みたいになるじゃん、気まずい。なんかどうだろうな。でもね、声かけられたことないんですよ、ほとんど。今アイドル5年目で、声かけられたのは3回ぐらいです。よく本通り行くんですけど、まあ本通りで3回。ミキヤくん、音符ありがとうございます。意外と少なくない？打撃スカウィーク。原田さんは家出なそうだから会わなそう、マジで。私会ったことないもん。めっちゃ街行ってめっちゃメンバー見つけるけど、さやかに今会ったことないから、プライベート絶対会えないよ。え、少なくない？5年で3回だよ、めっちゃ少なくない？本通りにひどい時は1週間毎日行ってるんですけど、それでもしかも6時間ぐらいいるんですよ私。パルコ行ってサーモール行ってみたいな、5時間とかいるんですけど、たった3回ですよ。散歩コースとかに本通り入れたりすれば。サンモールでも見かけた今日。それ私のこと追ってないよね。今日行ったかな、サンモール。あ、え、サンモールは生写真撮影の行きしに行きました。え、めっちゃすごくない？だってそれさ、朝行ったんですよサンモールは。で、多分スタバの前は3時4時です。え、サンモール行ったのは1時ぐらい、スタバの前は4時ぐらいですよ。3時間あったのに空き時間。アキアンさん、マイクありがとうございます。何時間あなたは本通りにいたんだ。サンモールって今日だよね、昨日も行ったけど。そんなに目立ってたかな今日。でもサンモールはすっぴんで行ったし、
こんばんは。サンモールで見つけてスタバで見つけるってすごくない？めっちゃ距離あるんですよ。テレビ局の、いや、サンモールはね、何かあれ買いに行った。二重のりで、今日むくみすぎて目が、二重幅が広がってたから二重のりを買いに行ったんですよ、生写真撮影前に。エスタバは我慢はしてます。でもね、新作は飲んでいいということなので、今日はね、新作を、でもスタバは飲んでないんですよ普段。でもちゃんと、あ、隠してないんですよ。メールの写真も撮ったの。今日はメール送れなかっただけで、メールに写真撮ってるから全然明日でも送ろうと思ったんですけど、新作を飲んだんですよ。マジマジ、写真あるから明日送るね。お仕事帰りに新作いちごの方飲んだんですけど、ちゃんと自撮りもしてるよ。メールで送ろうと思って、そう、おはようメールの写真とかに。新作以外は飲んでないの。しかも多分1ヶ月半ぶりぐらいに行ったんですよ、スタバ禁止しますって言ってから行ったから、超久しぶりに行ってテンション上がった。自撮りした。1ヶ月くらいって飲んでない気するんだけど、超久しぶりに感じたよ。最後に行ったのが4月とか、最後に行ったのが前に実家に帰った時だから4月、いや、あれ、そんなに経ってないっけ。でも自分の気持ち的には結構我慢したんですけど、ツアーとかでさ、行く暇もなかったし、だからめっちゃ久しぶりに。いちごの新作から飲めてないんですよ。今バナナなんですけど、いちごから飲んでなくて、多分いちごを飲んだんですよ。今バナナなんですけど、まだいちごも飲んでなかったから、いちごも飲めるんですよ。だからいちご飲んだ。バナナじゃなくて、いちご飲んでないってことは多分1ヶ月くらい行ってないと思うんだけど、自分の中では結構満足できたと思って、なんか嬉しかったんですよ。1ヶ月も我慢してるからきっと痩せてるはずって。でもツアーがあったから太ったんですけどね。ツアーの差し入れたちで、サンモールでは見かけましたか。もうちょっとちゃんとして歩かんといかんな、見られてるって思ったら。でも今日だけだよね、結構な頻度で行ってるけど、普段そんなん言われないのに今日。ゆうちゃんマイクありがとうございます。マイク変装しないですよ。あ、サンモール見かけたのは 2,3 週間前か。今日じゃないのか、びっくりした。今日かと思った。 2,3 週間前、なっちゃんと行ったやつかな。一人もしかして。サーティーはあれ、なっちゃんか。もうちょっと可愛くしていこう。よいしょ。もう見られてる前提で可愛くしていかんといかんね。結構すっぴんで行っちゃうから。ね、私が今日二重のり買った話しちゃったじゃん。そう、最近寝不足なんですよ。
だから目がむくんでて、ちなみにね、明日も5時40分起きなんです。明後日も、明日はだから5時50分ぐらいから配信するんですよ。配信しながら準備する、メイク。やばくない？この1週間で5時起き4回あるんですよ。なんてこった。この1週間、まあ、1週間の区切りが変な区切りですけど、ツアーから1週間で5時起きが4回。明日はだから6時ぐらいから配信します。30分。まあ、でもね、確かに3分の得ですよ。1日がめっちゃ充実している。めっちゃ充実はしています。早起きしたら顔が可愛く見える。メイクしてる、しっかり。3分の得、私3分の得って言った、もう覚えてないけど。朝霞街なかった。でも学生時代は6時とかに起きてたよね。三門って言ってた、ちゃんと。あ、言ってた、びっくりした。三門的だけにさ、三分って言ったんかなと思って、言い間違えしたんかなって思った。夜は配信できたらするんですけど、でも終わりが正確じゃないから、でもやるつもりではいますけど。こんばんは。でも朝ただ起きてメイクする時間があるから、その時間に配信回しとけば保険にもなるし。そう、サンモールで見かけた時は一人だったけど、すっぴんだとは思いませんでした。もう、配信でさ、見かけましたって言うんだったら、話しかけてくれたらいいのに。それなら。かゆ、蚊に噛まれた。配信でも言わずに、まあ、心の中にしまっとくんだったらそれでいいけど、配信で言うんだったら、もうそこで話しかけたらいいのに。次はじゃあ話しかけてよ。ね、なんかまあ別に見られても変なことはしてないからまあいいんだけど、ね、どうせショッピングなんで。話しかけるぐらいだったらいいですよ。基本ショッピングだから。声かけるときは配信で言わない。そう、声かけて配信で言わないっていうのがいいんですよ、多分。それなら見られたらまずい。え、スタバね、買ってないから、あのね、新作しか今日は。ちゃんと証拠の自撮りもあるから、今日飲んだのはイチゴですっていう証拠の写真もあるので。目があって無視するのも感じ悪い。だから知ってるファンの方だったらそうなるよね。目あったのにさ、無視したら、あ、無視したなってなるんだけど、まあ知らないファンの方は
分かんないから全然。知ってるファンの方はあっこっちがあってなるけど、知らないファンの方は知らないから全然無視してもらっても分かんない。知ってるファンの方で確かに目あってそらしたらえってなるけど、知らないファンの方は、まあ、全然目そらしてもらって。どのぐらいの頻度で行ったら話してもらえる？え、何回かお話し会来てくれたら覚えるよ。お話し会本当にもう3回とか1回でも覚えるけど、でもなんかまあこまめに来てくれたらより鮮明に1回じゃでも覚えれるけど鮮明さない。まあ長い時間だったら覚えれるけど。1回でずっと覚えろっていうのはなかなか厳しいよね。でも何回か来てたらもう完璧に覚える。完璧に完璧に完璧に。こんばんは。予想通りの顔ですって言われた顔。定期的に来ないと忘れるよ。でも一回しっかり覚えたらもう忘れないから、しっかり一回覚えたら忘れないな。とりあえず一回しっかり覚えなきゃ。こんばんは。増毛してきたら気づかないかなって。え、顔で覚えてるからね、さすがにわかるよ。わかる、顔覚えてるからさ。髪で覚えてないもん別に。あ、この髪はあの方だみたいな。そう、お話し会がね一番覚える。ライブでもね、ライブめっちゃ来てくれてる人とかはわかるんですよ。なんかライブって結構同じ方が来てくれるから、私のファンじゃない方もう覚えてるんですよ、お見送りで。ツアーの練り歩きで髪切ったの気づいたのすごいって思った。え、気づくよ。私ファンの人は髪切ったりヘアスタイル変えたら気づく。変わってるって。あ、誰かは分かんないけど、あ、いつもいる方っていう分かるから、街で見かけても分かるよ、ファンの方だって。 STU のツアーの練り歩きで髪型違うの気づいたのすごい。え、なんか違う感じにしてたもんね。なんで違う感じにセットしてたじゃん、いつもと。猫出してたんだよね。気づく気づく。お見送りで覚えるよ結構。もうどんな方がどの方が知ってるファンか分かる。アレンジできる毛量が羨ましいね。本当にアレンジしてたよ、いつもと違うヘアスタイル。髪が薄くなったのは気づいても言わなくていいですよって。え、気づかんのそれは。でもさすがに切ったかなって、多分切ったっていうかも。薄くなったら切ったの気づくんよ、変わったなって。短くなってると思うけどさ、でも男性って頻繁に散髪行くじゃん。だから普通に当てずんぽんでさ言っても当たるんかなとも思った。私はあ短くなってると思って言ってるんだけど、でも男性ってさその長さをキープするには定期的に美容室行かんといかんじゃん、1ヶ月に1回とか。練り歩きの動画見るのたまに見るんですけど、すごい距離近い、めっちゃ距離近いよ本当に。
めっちゃ近い。散髪した方が気持ちがいいですか。どっちでもいいけどな。でも髪の毛気づくよ、散髪したら。近いよね。ね、イエーイってしたくなるけどね、触っちゃダメなので。よくみんな触らないよなって思う。もう近すぎてさ、ね、レスとかね、イエーイってなりそうな距離だけど。えらい。なんか徳島で思い出してよかったをファンの方とファンの方の間で踊ったんですよ、通路。マジで狭めな、あんまり大きく動けない、本当に小さめで踊ったんですけど、当たるけん勝った。右と左に、激近で踊ったんですよ。しかも座ったりもしたし、激近で踊ったの、窓なりすごかった。近くすぎた、手伸ばしたらバーンって当たりそうなんで控えめで踊った。20% になった。新しい iPhone は 20% で止まらなくて、ここに 20% ですって表示されるっていう。最新 iPhone15 20% って出てきた。自分が触ることによってキラキラのアイドルを汚したくない。そんな、そんな低姿勢な感じで。そうだなあ。お揃い iPhone15 水色です。ちなみに綺麗に見える。そうなんかね、と黒髪ですよ。えい、目がくっきり。こんばんは。撮影会があるとスマホ買い替える。すごガチ勢じゃん。まあ高画質がいいよね。ゆきりかちゃんは黒が似合うね。そう、やっぱ黒やとでもきつい感じがあるね。茶色のはちょっとふわふわって感じ。ふわふわ茶色。生誕祭の詳細はまだです。きついって、なんかふわふわ系じゃなくない？なんかキリッとさ、かっこいい系というか、印象がきついってことです。長さは変えてないです。ガラケーでも参戦できますよ。できます。ハローサンタさん、マイク、あ
ありがとうございます。マイク、私も茶色にしたらふわふわになるかなって。ふわふわになりたいの？ふわふわ茶色ね。男性の茶髪ってあんまいないよね。いるんかな。いないよな。マネージャーさんも黒やもんな。ふわふわオタクになりたい。なんじゃそりゃ。お父さんも弟も黒なんだよね。白髪になり始めてます？マジ？でも男性より女性の方がなんか白髪になるの早くない？気のせい？お父さんまだ黒髪なんですよ、地毛。髪あるの羨ましい。なくなった？こんばんは。お父さんが特別なだけ？マジ？お父さん、いまだに黒髪で、まだ髪の毛あるんですよ。いや、お父さんも若くないんですけど。まあ、まだなんかな。お父さん基準で考えるの。だってお父さんじゃん。だって身近なさ、おじさんが 身近なおじさんがお父さんだからさ。おじいちゃんもじいちゃんじゃん。いい感じのおじさん。マジ40過ぎたらなくなる？早くない？じゃあ父さんは勝ち組ってことか。もさもさだから。なくなりません。確かになくなってないファンの方もいるね。やっぱ遺伝とかね、なんかいろいろあるね。白が多い、早くない？あなた若いよね。若白が。こんばんは。仕事の頭使いすぎると白髪になる。マジ？っていうよね。なんかストレスっていうね。めっちゃ働き者のマネージャーさんが男性の一時白髪めっちゃあって、ストレスなんかめちゃくちゃ働き者のマネージャーさん 若いのに27とか8とか。プーさんじゃない。プーさんは違います。 プーさんは違う。働き者のマネージャーさん プーさんは違う。みんなプーさんを知ってしまったから。プーさんは違う。四国のすごい働き者のマネージャーさんがいるんですよ。プーさんは違います。そう、プーさんはのんびりですよ。プーさんだよ。プーさん、そうそう、若いからね、プーさん。多分28とかですよ。まだハゲてないですよ。
そんなに若い、そうマネージャーさんみんな若いかも、そう思ったら若い人を撮ってるのかな。私ストレス全くない、そう思ったらみんな若いわ。でも若くないとやっていけないよ、結構大変だからね、マネージャーさんって朝早いしさ、こうやって5時とかあるし、不定期時間割、時間外もメンバーから連絡来るし、そう体力いる、めっちゃ動かんといかんし、なんか言われたらはいって動かんといけんし、多分若くないとやっていけないですよ。だからだわ。ね、あんま寝れてない時もあるだろうね。年配のマネージャーさんいない。いや。なんかほくろが増えてる気する。ほくろって急に増えるかな。ここになかったよね。あれ？ほくろ増えてるんだけど。マネージャーさん寝てる、寝てる、寝てるとは思うよ。寝てるよ。入れ替わりだから。いっぱいいて入れ替わりだから。入れ替わり。ほくろが増えてるんだけど、たのに、昨日なかったよな、てか、そう、いっぱいいるからね、マネージャーさんは一人じゃないから。ここにある、ちょっと見せづらいけど、あ、トイレットペーパーちょっと待って、見せれば。ほくろが増えてるんだけど、昨日なかったよ。今日できたんかな。2個増えてるんだけど、いや見えた、違う、あれはいつもあるやつ、いつもあるやつがあるんですけど、いつもない2個ついてる、これはいつもあるやつね。見せれんな、カメラに映らん。これはいつものやつで、これとこれ、これとこれ、これ、これです。ここ、これ。これなかったよ、マジで。あと、ここもで、ここもある、ちっちゃいの見て。ここもなかったのに、ここはあったんですよ、元から。でも、これが増えてる、これとこれ。これ。なかったよマジで、なんで、マジでなかった。こうやってなんか色、ここの色白いんですよ、だからいつも見てるんですけど、なんでいつも見てる時にはない、なかったのに。2個できてるんだけど、右はできてないね。なかったんですよここ、マジでいつも見てたもん。ショック。ほくろ取りいかんといか、まあいっか。日に焼けたんかな、まあいいや、もうショック。しかもさ、これめっちゃ出来たてな感じせん、小さいし、出来たてほやほやな袋じゃないこれ。寝不足、ホルモンバランスって何、寝不足が続いたんかな。これまだ出来たて、出来たての袋です。
まあいいや、まあ、最近この辺にもあったよな。これは元からあったやつで、ここにもなんかできてきたよね。まあいいや。今何時？今何時何分？23時4。 OK。 日焼け止め塗ってない。でも今日は持ってきました。明日塗る。体質遺伝。あ、磨く時間ぐらいあるってことか。0時まで意外とある。もうそろそろ終わり時かと思ったけど、は飲んだことないんですよね。意味あるんかな。どこに売ってるんだろう。そう、明日早いけどさ、最近まともに配信できてないからさ、今日は長めにしようと思って。明日も朝だし。こんばんは。でも来週ぐらいぐらいか、ちょっと暇なタイミングがあるから。まだ長袖着てる？暑くない？半袖にしないの？ライスさん、マイクありがとうございます。ありがとうございます。え、睡眠？そうよね。でもまあ移動時間に寝るわ。明日移動時間はそんなにないけど、まあどっかで寝れるっしょ。忙しいのにごめんなさいねって。いいんですよ、私が勝手にやってるから。そんな、私が勝手にやってる。忙しい時はちゃんとしないから。忙しくないからやってるんです。今そんなに本当にしんどかったらやらないから。やってるってことはしんどくないんですよ。ちなみに今日移動中に40分寝たので、まあ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 です。まあまあ40分寝たので、そう、めっちゃ元気今だって。眠気1ミリもないです。しかも5時起きにも慣れたしね。もう3回目だし今週。私 ISTP です。千穂さんと一緒だったの、 ISTP。 意外だよね、全然そんな感じしないんだけどな。千穂さんと性格似てるのかな。ISTP は人から何考えてるかわからないねって言われる性格なんですけど、でもそう言われてみれば確かに千穂さんも普段なんか何考えてるかわかんないから。レッスン2とかさ、似てるんかもしれんと思った。何考えてるか分からなそうじゃん、千穂さんも。普段の千穂さん知ってるんですけど、レッスン中の。意外とだから私みたいな性格なのかな、隠してるだけで。
ね、何考えてるか分からんねって言われそう。ISTP の特徴、他には何があったっけな。でも休みの日はずっと寝てるとか、多分千穂さんもそうだから寝てるかもしれない。あ、やばい、 10%。 千穂さん E っぽいから意外ね。私も E っぽいと思ってたね。だから意外と、だからなんか普段頑張ってるのかなって思って。あ、そう、10止まらない。 iPhone15 なんでここに10って。 E はなんか外交的、なんて言うんだろう、リコチみたいな感じ、リコチリネちゃんみたいな。そう、 I はなんか落ち着きがある感じ。私めっちゃ愛だと思うんですけど、誰がいたかな。でも E がリコチリネちゃんとかです。なっちゃんとかも愛です。なっちゃん、そっち系わかりやすいやろ。リコチリネです。まあ確かに、でも千穂さんリコチリネとは違うもん。ああいう人がいい、いいです。あれはどっからどう見てもいいです。リンゴとかもいいですね、絶対。こんばんは。なべさん、なべさん今日は会ってないや。昨日はあったけど。鍋、鍋。声、なんか喉やられてる人多いかも。でも私もね、ちょっと鼻声だったんですけど、今は普通かも。喉やられてる人はめっちゃ多いかも。私も鼻声だったけど今は治ったかな。こんばんは。ゆうすけさん、マイクありがとうございます。やばい、 10% 来たけん、そろそろ充電せんといかんね。あっちに戻ろうかな。よいしょ。あ、それとも充電器を持ってこようかな、こっちに。コンセント移動しようかな。よいしょ。あ、でもコンセントあるな。こっちの方が明るいけん、コンセントを持ってくるわ。待ってて。あ、モバイルバッテリーがあるわ。モバイルバッテリー、あ、ダメなのか。タイプ C。いけないのか。よいしょ。これやな。よトイレを温めるコンセントじゃないよ。さすがにそれは抜かない。ドライヤーの方ね。だからちょっと届かないので、ここにしよう。もういいや、水道のとこじゃ流し、なんて言うんだ。
あ、緑に見えるな、髪の毛が。ライトの加減で。黒なんですけどね、目で見たら。なんでだろう、どういう現象なんだろう。緑混ざっとんかな。でも目で見たら黒よ、マジで。ほら、ほら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 、黒い服が映ったら緑になる。ほら、黒でしょ今。でも黒い服着たら白飛びしたら変になるわ。中途半端な立ち方で配信してるんだけど、こんなこんな感じで配信してるんだけどこんな角度やばくないこれ。こんなこんにちは。椅子に帰ろうかな。椅子に帰ろう。でも暗いんだよね、すんごく。よいしょ、ほら暗くて暗くて。ただいま。暗いんですよ。ほら暗闇っぽくない？まあいいや。暗いよ。息です、かゆ。なんか光調節頑張ってるんかな、画面がこうなる。なんかズームインみたいな、ビギンみたいな。ほらほらほら、光ピントを合わせようとしてブーってなる。頑張ってくれてる。ほらね、これ以上明るくはならないです。頑張れスマホよ。まあ急速充電だから。毛穴がよく見えてる。私毛穴ないですよ。何かの間違いじゃない？うん、うん、私ですねって何かの間違いじゃないかしら。
れ様でーす。そう、アイドル毛穴ないんですよ。だこっちに移動した瞬間コメント減ったんだけど、何事みんな、こんなコメント来てなかったっけ。なんてこった。減った減った、さっき会話してた。まだ何行く、バスルームに取り残されてる。まだ移動が完了してないんかね。夜ご飯を食べた、しかも2回。今日はいい天気でしたねって。そうですね、日傘使ったからいい天気でした。リップはイブサンローランってシャネルです。お風呂待機、自分の毛穴確認しに行ってるのかなって。なんだそりゃ、可愛すぎやん。そんな、僕毛穴あるかな、ちょっと確認してこようって。気になった。寝るときは真っ暗派です。そう、私真っ暗派なんですよ。でもなっちゃんが明かりつけて寝るタイプで、だから同部屋の時にちょっと困ってる。真っ暗以外あるんですよ。同部屋は苦手だわ。今日は一人です。そう、しかも同部屋、この前の同部屋エピソードなんですけど、なっちゃんちょっと朝早く配信するんですよ。いつも起きる時間じゃないぐらいので、さ私はまあ、これほくろじゃないですからね。私はまだ寝てるんですけど、もう寝てるの関係なしにバン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 ドア閉めるんですよ。冷蔵庫とか、あの洗面、あのお風呂場のドアとか。寝てたらさ、ちょっと配慮するじゃん、まあ、しない人もいるんですけど。でもマジでだから起きるんですよ。私も起きて、その時間に、起きる時間じゃない、早い時間に。めっちゃうるさい、ほんとドン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 みたいな。で、初めて起きれようかなって思ったんですよ。人が寝てるのに考えれんのって起きれようと思ったけど、耐えたっていうエピソード。起きれてやろうかと思ったけど、まあ、空気悪くなるけさ。その日のツアーの前日や、ツアーの日やったし、もうっていう同部屋エピソードです。めっちゃうるさいんですよ、早起きしてバッドンドン。一人部屋が最高ですね。一人っ子に多い。そうやね、多分一人っ子じゃないけど、なんでだ、サラピはイケちゃんにうるさいって言ってたね。池田は言いやすいわ。池田だったら言うけどさ、ねえ、同部屋は
え、池田だったらさ言っても、あーごめんみたいな感じで終わりそうじゃん。でもなっちゃんはあれなんですよ、その後の空気が全部悪くなるから。多分言っても無視される、うるさいんやけどって言ってもごめんとかじゃなくて、ああみたいな感じになるから嫌だな。そう、お部屋は辛いよ。まあたまにしかないけんね、たまにしかないけん、年に4回ぐらいだし。あまりはそうランダム、そう、まあ起きる時間にどんどんしてくれるのはいいけど、めっちゃ早いんですよね。朝配信する派の人と、まあ配信、そう、私は別にホテル出る1時間前ぐらいに起きてやったり、ギリギリっていうかそんな早くは起きないんですよ。早く起きて配信してまたゆっくりしてみたいなタイプだから、そう、生活リズムが合わないとむずいよね。朝は早いんよ、そんなに早くしなくていい日でも早いけどさ。しかも1時間ぐらい、あ、でも1時間ぐらいしてたんですよ。1時間もすると思ってなかったから、6時半から。私もやり返したんですよ、1時間したでしょ、私もあの日。同部屋で相方も相手に人いるから普通1時間しないじゃん、配信気使って20分ぐらい毎日配信とりあえず継続したらいいやって思ってたんだけど、6時半からもう1時間喋ってるから、もう私もやってやろうと思って1時間やりました普通1時間やらないけど、私は20分30分でいいやと思ってたけど、そう、6時半から30分喋り声ずっと聞こえてて、あ、違う、1時間、だから私も1時間やってやると思って1時間やってやった。そう、事情があるんです。大変ですよ。大変だよね。だって二人でいたら揉め事になるよ。いろんな話聞くもん、同部屋。大変すぎ。そう、あの時の覚えと同じ。そう、やり返すからしれっと、そう、しれっとやり返すのでね。やり返したらさ、イライラしてるじゃん、あっちも。だから同じことされてるんだよって気づかせてあげないと。そう、めっちゃ言われたじゃん、あの日、うるさいって。いや、だからあなたがさっきやってたことをやったんだよって。言うやつ。
平和にしてほしい。なかなかそんなんいかんって、うまく平和に。むずいよね、私人と暮らすのも向いてないかもしれない。私のせいにと一番性格が合う人じゃないと。しかもお風呂じゃんけんから始まるじゃん、お風呂じゃんけん。私パッて入りたいけどさ、じゃんけん負けて後になったのに、勝った人がさ、そうなかなか入らんのよとかもあるんよ。もう勝ったんやったら先入ってみたいな。なのに勝ったのになんかまだゴロゴロしとったりしとって、その入るまでの時間で私入れたからって、そう言った。それは早く入って、その今の時間で私入れたんだけどって言う。お風呂ちゃんき勝った人はさっさと入って、負けたからそう待ってるのになかなか入らんのですよ。関係なくなる。いや、まだ守ったよ、ちゃんと2番目に入った、守った。枕話でも軽いじゃん、軽い軽い、こんぐらいは。軽い軽い、これが枕話だったらめっちゃ平和だよ。お風呂じゃんけんで揉めるぐらいの可愛い平和なグループやん。ただの同部屋あるあるです。ね、暴露大会でお風呂じゃんけんで揉めた話。かわいいじゃん。もう私は同部屋が向いてないんですよ。リコちと同部屋はない。同部屋向いてる人いなそう。確かに間違いないわ。確かに向いてる人なんかいないか。まあ違う人間と一緒に過ごすってことだもんね。弟とは喧嘩しないよ、同部屋じゃないから。でもさ、お泊まりはさイライラしないじゃん、メンバーとの。なんだろうね、ホテルの同部屋はさ揉め事あったりするけどさ、普通のプライベートのメンバーとのお泊まりは揉め事ない。なんなんだろうこのさ。髪暗くした、黒髪にしたよ。さやかりんと同部屋ないです。同部屋になったことあるのはももちゃん、あんな、田中美穂、なっちゃん、さらぴ、ぎねちゃん、みりやかな。
なるほどね、プライベート楽しい。なるほどね。え、サラピはね、意外とね、普通ですよ。サラピとよくお泊まりするんですよ。よくっていうか一番するメンバーなんですけど、例がないですね。あ、そう、サラピ意外と無害です。無害、害ない。サラピも多分こっちタイプじゃん、性格だからかも。意外とね、こっち派じゃん、サラピも多分さっさとしてっていう方の派だから、そう、無害です。電気消して寝る派だし、でもストレスはね、たまらんよ。寝たら忘れるから、私寝たら忘れるから。そうやね、サラピの配信は静かやし、なんかせん時もあるしね。短いし、え、そう、電気消して寝たい派とさ、つけて寝たい派がいたら困るじゃん。そう、つけて寝たい派と消して寝たい派は、そう、困るんですよ普通に。じゃない、どっちか我慢しなきゃいけない。アイマスク？こっちが耐えなきゃってことじゃん。確かに表作って、確かに電気消したい派ですか。確かにもうつけたい人はつけたい人と組んでほしいね。確かにつけて寝たい人はつけて寝たい同士で組んでもらって、なんかね、つけてたら寝れないんですよね、なかなか。寝たら消せばいい、確かに寝てる間に。眠り浅い、めっちゃもう震度1とか2とかで起きます。もう人が来たら気づく、絶対。あの同部屋で一人が起きたら起きる、私も。あと10、20分、結構長いね。時間経つの遅くない？こんなに長かったっけ。あ、寝起きドッキリはだからドア開いたら気づくよ、私。ほんとだから前日にめっちゃお酒飲ませて、もう本当に銭湯、そう、ガサガサで起きれるんよ。そう、違う、隣のベッドのガサガサで起きるから、そう、はって。もうね、私に寝起きドッキリしたい時は前日にめっちゃ疲れさすとか、本当にめっちゃ疲れさせたらギリ起きないかもって感じ。
そう、24時間配信の時はたまたまドッキリする側だったからよかったけど、多分される側だったら多分起きてる、そもそも寝てない。そう、え、でもさ、水曜日のダウンタウンとかもさ、寝起きドッキリするときさ、前日飲ませるじゃん、めっちゃ。この前のクロちゃんのやつみたいな、寝てる間にごっそり移動さすときとかはめっちゃお酒飲ますじゃんね。それそうやって私もしてくれないと。水曜日のダウンタウン、クロちゃん限定そうなんかな。大体でもさ、ドッキリして起こしたくない時はさ、芸人さんとかにお酒前日に飲ませてるイメージある、番組で。そういう、なんか仲いい友人に頼んで飲みに誘ってもらうとか設定して、そう前日にね、飲ませたからこの爆睡用みたいな、爆睡ですみたいな。お酒たくさん飲まされたらなんかあるなって思わないって、思わない。こんばんは。うち寝起きドッキリあったよね。そんなんないよね。でも お酒飲むとお母さんの顔が思い浮かんで酔えません。なんで、なんで親の顔。えらいじゃん。すごいカメラがビュンビュンなってる。ギュンギュン頑張ってピントを合わせてくれようとしてる。顔はここだよ。ギュンギュンなってるカメラが。あ、セーターティー届いた？やったー。来て来てね。来て来て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 。あなたは非常に面白いです。そうです、私は面白いです。あ、寝ないで起きとく企画めっちゃ強いよ私。寝るの我慢するの得意です。おやすみおやすみ。私は非常に面白いです。不眠退去だっけ、得意絶対。やばい、ズームじゃないわ、ピントがズームされてる。私の携帯よ、頑張れー。暗いけん前髪の影がある。見て、まつげ、これまつげの影かな。見て、わかるかな。クインクインクイン、前髪か。
ウィンター球めっちゃ得意ですよ。マジで得意ですよ。2日ぐらい寝なくても生きるんだ私。余裕ですよ、本当に余裕ですよ。てんててんてんてん、寒いな、エアコン直当たりだ。まだかな、あと10ちょいか、10分ちょい。エアコンつけてる。面白い女、イエイ、面白い女です。そう、お酒飲んでも私眠くならないんですよ、マジで。本当に起きれるよマジで。どんなことされても、だから人がいたら寝れない。だって疲れてる時の新幹線移動とかバスの帰りとかも寝れないんですよ。疲れてる時って一番眠いじゃん、ツアーの帰りのバスとか4時間ぐらいあっても寝れないんですから。一人だけ、よっぽどですよ、よっぽど、よっぽどよっぽどです。お酒飲んでも赤くならないです。めっちゃ飲んだらなると思うけど、そんなに飲んだことないです。テレビついてたら寝れないって、まあ本当にめっちゃ疲れてたら寝れると思うけど、基本消して寝ます。基本消して寝ます。飲まされないですよ私、強いので飲まされないです。飲ます側ですよね多分。強い人が飲ましてくるじゃん、そういうのって。もっと飲みなよ、まだ3杯しか飲んでないでしょ。でも私はそっち側の人間じゃない、飲まされる側の。多分それは飲める人が飲ましてくるんですよ。え、まだ2杯しか飲んでないよね。それを言われる立場ではない。こんばんは。酔った演技見てみたいなんですって。こんばんは。酔わない自信もあります。寝ない自信もあります。自信だらけです。あと10分かな、なんか長いな。仮に酔ったとしても酔ってないですって言い続けそう。え、それそれそれはある。まあ言い聞かせも大事ですからね。まだ酔ってないですよ。多分そっちタイプ。 X の投稿写真待ち受けにしてますって。ありがとうございます、使ってください。みつる側としては早い、マジ。なんか酔ったって、ま、言いたくないんですよ。なんか自分に負けたみたいじゃないですか。だから私はまだ酔ってないよって絶対多分言うと思います。
だからかな、わかんないけど、酔ったっていう言葉を発したくないんです。だから絶対に言わないよ。ううん、まだ酔ってない。だから酔ったことないんかな。でもそれはないか、わかんないけど、酔ったらなんか負けた感じするじゃん、お酒に。だから私酔ったことないです。音符ありがとうございます。夜顔さん、そう、酔ってますとは絶対言わないよ。まあ元が強いけんさもあるけど、絶対言わない。ちょっと酔った感じしても絶対言わない。酔ったって言って逃げる、逆に。確かに逃げれるよね。あ、船酔いとかはしない。それは本当にしない。船酔いとか車酔いとかないです、全く。船酔いしないですよ。体強いんで、無敵の体なので。無敵のアイドル。ママリカさんと飲みたい。ママリカさんも強いですよ。酔ったとこ見たことないもん。胸キキは強いんで負けますよ、みんな。背が高いかな、関係ないです絶対。そうなったら背が低い子は弱いってなるじゃん。関係ない、関係ない。でもこの前徳島の人はお酒が強いって言ってたじゃん。四国の人お酒強いですよ。私の愛媛の友達周りのみんな強いから、なんかメンバーが結構みんな弱いから、地元の愛媛の友達飲んだ時にびっくりしたもん。伊豆田さん、マイクありがとうございます。ただ四国強いんですよ。徳島も強いよ。高知も強いし、愛媛も強い。香川はなんかそんなイメージないけど、四国は強いよ。友達びっくりしたもん、リアとも。香川は強くなさそうなイメージあるけど、なんでだろう。福田さんかな。香川はそんなイメージ全くない。でも愛媛、徳島、高知はあります。超強そうです。高知、徳島超強いですよ。四国なのに弱くてすいません。香川、あれ、香川は弱いんかもしれんね。あんなも弱いし、香川は弱いんかな。じゃ、へえ、でも本当に愛媛のリア友がすごくてびっくりした。3人、女の子3人いるんですけど、3人とも強い。4人か。私が負けて感じたもん、唯一の。なんか
そう。あと5分ぐらい。電波時計ないからさ、2分前ぐらいになったら断腸読まなきゃ。そう、地元の愛媛の友達多分4人ぐらい飲んだことある。2人ずつ、 A 子さんと M さんと M さんと誰だっけな、名前 E か、 E さん、イニシャルで言うと A だから E ですよね。 E名前忘れた。もう3年ぐらい会ってないけど、1回だけ、3年じゃないか、2年半ぐらい会ってない。英子さんも強い、恵美子、恵美子さんは同年代にいないな。もう友達と会わなくなるよね。私が広島にいるからね。みんな結構いろいろ行ってるし、東京とか。おつまみ食べない？英子さんももう愛媛帰っちゃったからさ、全然会えないし、毎月1だってたのに、3年ぐらい広島にいた時は毎月コストコ行ってたのに、もういなくなっちゃったから友達がいない。A 子さんじゃないよ、イニシャル A ですからね。 A 子やったら E ですね。イニシャル A です。今日は三つ編みが実は3本あります。3本でお送りしています。実はね、3本です。じゃあ男女読むか。13位、ケンツーさん。12位、コロンさん。11位、つばさほすりさん。10位、ロボリンさん。9位、アキアンさん。8位、ルイさん。7位、理化学研究者さん。6位、キチネさん。5位、渡辺さん。4位、ブンゴさん。3位、ミキヤくん。2位、ヤスルパンさん。1位、ウドムさん。ありがとうございました。明日はだから5時台か6時ぐらいに配信すると思います。朝、まあ全然早いので見なくても大丈夫です。はい、夜もやる予定ではありますけど、平日だから無理に起きなくても大丈夫です。起きてたらまあちらっと覗いてください。もう終わるかな。もう一個携帯があったわ、そういや。これで時間見れるわ。あと20秒、じゃん。私のもう一個の携帯、こんな感じです。おやすみなさい。おやー。